皆さん、こんにちは。にゃんにゃんチャンネルのキャベ太郎です。今シーズンから J1 リーグ全試合プレビュー動画っていうのを、作っていこうかなって考えていて、トトとかね、そういうのの結果予想みたいのがしたいっていう人がいるかなって思うので、そういう方には特におすすめになってる動画です。それじゃあ行ってみよう。まず画面に出してるのが、開催日時、開催場所、そしてホームアウェイですね。で、直接対決の方も調べてきました。で、×って書いてあるのは引き分け予想ですね。それぞれのチームの下に、例えば川崎の試合だったら 62% 川崎勝利。で、引き分けが 22%、FC 東京が 16% っていう、海外ブックメーカーから出されている結果予想値ですね。まずは川崎フロンターレ対 FC 東京、トトロキスタジアムで開催されます。過去5試合の直接対決の結果は川崎、東京、川崎、東京、東京ということで FC 東京が勝ち越しております。で、トトロキスタジアムで開催されるゲームっていうのは2021年シーズン1試合平均なんと 2.8 ゴール決まるということで、川崎フロンターレのね、得点力の高さが出てるのかなと思うんですが、ハイスコアなゲームが予想されます。川崎フロンターレについてもう一つ話をさせていただくと、2021年シーズン圧倒的な強さだったっていうことなんですが、ホームゲーム19試合のうちなんと16勝3分け0敗ということで、勝率にすると 84.2% という、えげつない数字になっております。そういう結果が反映され、川崎フロンターレが 62% の勝利確率というふうに出ているんですが、先ほどお話しした通り FC 東京がね、過去の5試合では勝ち越しているというところがちょっと面白いかなという部分です。金曜日の試合っていうのはこの試合1試合だけなので、他のチームのね、サポーターの方も注目するゲームになるかなと思います。続いて、日産スタジアムで開催される横浜 F マリノス対セレッソ大阪の試合。で、直接対決はセレッソ大阪、横浜、セレッソ、セレッソ、セレッソということで、セレッソ大阪が勝ち越していますね。先ほどね、川崎フロンターレの試合、たくさんゴールが決まるって言ったんですけど、日産スタジアムでの試合は1試合平均、なんと 3.1 ゴール決まるということで、さらに多くのゴールが期待できる試合になっております。たくさんゴールが見たい人はね、もうこの試合見てください。で、セレッソ大阪なんですけど、2021年シーズンの平均得点が 1.24 で、失点が 1.34 ということで、失点数が多くて、さらにね、対談選手、ディフェンスラインでは瀬古選手とチアゴ選手が対談してしまったということで、この失点数がちょっと2021年シーズンでも多かった部分が2022年にどうなるかっていうところは、ちょっと不安要素でもあるのかなっていうふうに思います。それに加えてね、浦和レッズからは山中選手が加入して、山中選手もかなり攻撃的な選手なので、やっぱり両チーム合わせてゴールがたくさん見れる試合になってくるのかなって思います。で、セレッソ大阪攻撃の方でもね、西川選手だったり坂本選手、あと高木俊選手とか豊川選手、松田力選手なんかがやっぱり対談しているので、かなり、ファンサポーター目線で見ると、苦しいシーズンになるかもって予想している人も多いんじゃないんでしょうか。続いて、広島対鳥栖の試合です。直接対決は引き分け、引き分け、広島、引き分け、広島ということで、過去5試合鳥栖は勝てていません。ただ2021年シーズンはサガン鳥栖が7位、広島が11位ということで、サガン鳥栖の方が順位としては上でした。勝利予想の方は広島 46% というふうに高く出てるんですが、2021年シーズンは広島はホームで5勝6分け8敗ということで、勝率が 26.3% という低い数字になっています。そのあたりを考えると、私はもうちょっとね、鳥栖の勝利確率っていうのが高くてもいいのかなというふうに感じています。続いて、京都対浦和。京都は12年ぶりの J1 復帰ということで、過去のね、対戦成績っていうのはなかなか難しいんですけど、遡ること12年、リーグ戦での対決は2010年のことになります。浦和のホームで2対0、京都のホームで4対0とともに浦和レッズが勝利しています。そして2021年はね、天皇杯が開催されて、そちらの試合も0対1で浦和が勝利しています。京都と浦和の試合に関しては、別動画でもうすでに上がってると思うんですけど、より詳しくお話をしているので、そちらの方をご確認ください。続いて、アビスパ福岡対磐田ですね。で、磐田は3年ぶりの J1 復帰ということになります。で、アビスパ福岡も J2 で過ごすシーズンが何シーズンかあったので、直接対決のデータっていうのはなかなか、古いデータになってしまうのですが、2016年福岡のホームで3対2磐田勝利、磐田ホームで2対2の引き分け、
そして2011年ともに岩田が勝利ということで、まあ、岩田が勝ち越しています。でその4試合なんですけど、スコアが3対2、2対2、2対1、4対1ということで、まあ、全てまあハイスコアになっています。結果予想のところでは、まあ、42% というふうに福岡が有利になってるんですけど、まあ、福岡はね、あの2021年シーズン J1 で8位だったので、まあ、そのあたりもまあ色濃く出た数字になっているのかなというふうに思います。でアビスパ福岡は対談選手のところでサロモンソン選手とね、ブルーのメンデス選手が出ていってしまったのはなかなか大きな損失かなと思うのですが、加入選手として岩田からね、あのルキアン選手が加入しているので、そのあたりもまあファンの方々はなかなか注目ポイントかなと思います。まあ、一方で、ジュビロ磐田は、まあ、ルキアン選手出ていってしまったんですが、まあ、そこを補うためにジャーメン・リョウ選手、そして我らが杉本健佑選手がね、あの加入していて、まあ、一発でゴールを取れる選手っていうのが加入しているので、2021年シーズン J1 8位だったアビスパ福岡にとってもなかなか怖い存在になっているのかなというふうに思います。続いてガンバ大阪対鹿島アントラーズですね。まあ、この両チーム直接対決は、鹿島ガンバ引き分けということで、鹿島がちょっと勝ち越してますね。ただ監督交代があった両チームでの対決ということで、この試合の予想は一番難しいかなって思います。で鹿島アントラーズ2021年シーズン、まあ、開幕ホームで清水エスパルスに1対3で負け、そして第2節湘南に勝利するも広島に引き分け、その後福岡名古屋に負けと、まあ、ちょっとスロースターターの部分が出てますね。一方ガンバ大阪、開幕から川崎神戸に負け、そして広島福岡に引き分け、ただその後柏に負けということで、まあ、シーズン通してだったのかなと思うんですけど、ガンバ大阪もまあ開幕からあまりいい結果は出せていませんでした。ガンバ大阪に関してはもう一つ2021年シーズンホームでの勝利は5勝のみということで、まあ、片野坂監督がね、まあ、新しく入り、で鹿島アントラーズは、まあ、レオシルバー選手だったり長木選手だったり、そして犬飼選手も退団ということで、なかなかメンバー、まあ、監督だけじゃなくてメンバーがかなり入れ替わっているので、ガンバ大阪としては新監督で去年とは違うんだぞっていうところを見せたい、1試合になってるかなと思います。続いて清水エスパルス対コンサドーレ札幌、こちらは過去5試合の直接対決は引き分け、コンサドーレ、コンサドーレ、清水、コンサドーレという結果になっています。でそのうち、まあ、2020年第28節札幌のホームでは5対1、そして19年清水エスパルスのホームではなんと8対0ということで、共に札幌が勝利しています。札幌は対談選手が J 選手、チャナティップ選手と他のチームに比べても非常に少ないチームになっています。で入団選手は、ガブリエル・シャビエル選手と、まあ、興梠慎三選手が加入したということで、まあ、前線での、ね、決定力不足の解消に、これら新加入選手が貢献することができれば、少し、札幌の方に分があるのかなというふうに感じています。そして湘南ベルマーレ対、柏レイソルは柏湘南ということで、柏が勝ち越しています。で実は湘南ベルマーレは平均得点 0.95、 失点が 1.08、 下位のチームっていう風に表現させていただきますが、圧倒的に失点数が少ないです。なので一見、まあ、ロースコアの試合が予想されるんですけど、直接対決の結果を見ると4対2、2対1、3対2、3対2、2対0ということで、意外とこの両チームの直接対決になるとハイスコアという過去のデータが出ています。で湘南ベルマーレ、先ほどガンバ大阪でも説明したんですけど、湘南ベルマーレに関してはホームでの成績が3勝10分け6敗ということで、勝率にすると15.8% と非常に低いですね。引き分け10はかなり多いですね。まあ今年はホームで勝てるんだぞっていう風に勢いに乗りたいところかなと思います。柏レイソルは新加入選手の小山津選手、中村啓太選手、ドーグラス選手っていうのが、まあ、対談したヒシャルジソン選手、神谷選手、クリスティアーノ選手あたりに、まあ、代わって活躍できるかどうかっていうところが、まあ、非常に注目のポイントかなと思います。まあ、この試合もなかなか結果予想難しいんですが、個人的にはホームっていうのも、まあ、アドバンテージになるし、まあ、やっぱり失点数が少なかった、
まあ、勝ち切れる試合は少なかったんだけど失点数も少なかったっていう部分で、まあ、湘南ベルマーレの方がもう少し、勝利期待値は高いんじゃないかなっていうふうに思います。そして最後名古屋グランパス対ヴィッセル神戸、直接対決の結果は、引き分け名古屋神戸名古屋名古屋ということで名古屋が、勝ち越していますね。でこの試合もなかなか結果予想難しいんですけど、まあ、2021年シーズンの順位を考えると神戸が3位、そして名古屋グランパスが5位ということで、まあ、やっぱりホームアドバンテージ考えて名古屋がいけるのかな。ただやっぱり名古屋も監督が変わっていて長谷川健太監督が就任し、それに伴い、まあ、退団する選手がいたり、まあ、新加入選手ではチアゴ選手やレオシルバ選手という実力派が加入しています。2021年の平均得点が名古屋グランパス 1.2、 神戸が 1.6 っていうことなので、まあ、そのあたりとやっぱり監督が変わっていないっていう部分を考えると、まあ、神戸の方が若干高くなっていくのかなっていうような気はします。でトヨタスタジアムで開催された試合の平均ゴール数っていうのは2021年 1.8 ゴールということで、まあこのあたりは名古屋の守備の硬さが、まあ、出ている数字なのかなって思うんですが、直接対決の結果も2対2、1対0、1対0、2対1、3対0と、まあ割かしロースコアのゲームが続いていますね。ニャニャチャンネルということで、全試合を、まあ、短い時間でプレビューしていこうっていうことなので、まあ、なかなか詳しい話は一試合一試合できないんですが、金曜日の試合は一試合だけなので、まあ、皆様見れますね。で、まあ、土曜日の試合がね、ちょっと開催時間がこれ、14時キックオフ、15時キックオフってことで、かなり試合が被ってしまってるのはどうなんですかね。これちょっとダゾーンさん的にも、J リーグさん的にも、ちょっと、まあ、いろんな理由はあると思うんですけど、できればやっぱ2時間おきに3試合4試合見たいなっていうような気はするんですけどね。先ほど申し上げた通り、たくさんゴールが見たいっていう人はやっぱり横浜 F マリノスとセレッソ大阪の試合なんかはおすすめですね。であとはやっぱりガンバ大阪と鹿島の試合っていうのは、まあ、勝利確率みたいなところでは、まあ、鹿島が圧倒的に高いんですけど、意外とガンバもっていうような気がするんで、この試合はちょっと個人的には注目ですかね。で15時キックオフの試合に関してはなかなか結果予想の方も半々に言われてる2試合なんです。両方とも面白いんですけど、まあ、湘南がホームでどういう戦い方するかなっていうところは個人的には気になりますね。まあ、ただ神戸の方ももう全試合見たいということで、まあ、今回はちょっとね1回目の全試合プレビュー動画っていうことで少しまとまりに欠けた部分もあるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこれを参考にねトトを買ってもらえたりとかしてね、まあ当たる人がたくさんいれば嬉しいかなって思います。まあ、皆様がね J リーグの試合をねこれからたくさんね見るときに、まあ、こういった数字とか情報とかがね頭の中にあって、まあより少しでも、まあ、J リーグの試合をね、楽しんでいただけたらなと思うので、これからもこういうプレビュー動画を、まあ、見ていきたいなっていう方がいれば、よかったら高評価と、まあ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。バイバイ。